浜爪遺跡浜爪遺跡一浜爪遺跡は、京都府京丹後市網野町浜爪で1958年に発見された縄文時代の遺跡である。遺跡の一部は1976年に京丹後市の史跡指定を受け、縦穴住居一基が復元展示されている。海岸近くの浜爪やザクリさんと周辺の鉱石台地に所在し、京都府で唯一、 貝塚が発見されている。2019年8月31日同志社大学の発掘調査によるトレンチに木津川川口部の砂丘場に営まれた縄文時代前期から後期にかけての集落跡。古くは大正時代付近に道路が敷設された際に多量の石賊などが出土したことで遺跡の存在は認識されていたが現在復元された住居が展示されている。 遺跡史は1957年に網野町立立花中学校の生徒が発見した。翌1958年に同志社大学考古学研究室によって縄文時代の複数の住居跡とそれら遺跡の南斜面で小規模な階層が確認された。貝塚は京都府内ではこの浜詰遺跡以外では見つかっていない。縄文時代後期から 弥生時代前期にかけての大量の土器、石族などの石器とともに、海藻から様々な魚類や獣、クジラなどの骨が出土した。丹後地方における縄文時代後期の遺跡は、京丹後市大宮町の裏陰遺跡のような大地上に営まれた例は少なく、この遺跡のように海岸近くに見られるものが一般的であるが、多くは実態が明らかにされていない。 浜詰遺跡の発掘によって明らかとなった食料採取などに関する具体的な痕跡は単語地方の縄文時代後期の特色を図る標準的なものと位置づけられている。2019年8月31日発掘調査見学会の様子1958年同志社大学考古学研究室の子。 酒詰め中男教授によって行われ、縄文時代の縦穴住居跡三3棟と、貝塚2箇所を発見した。この時の調査では、地下1メートルから土器、石符、骨張り、石皿、魚介や動物の骨などの異物が出土し、縄文中期から後期の遺跡と断定された。1991年、網野町教育委員会により、隣接地の調査により、 住居跡の一部が検知されるとともに、土器片や石器等の異物が多量に出土した。2019年8月、同志社大学考古学研究室の水の高和道教授による再調査が行われ、新たに確認された約1万6000年前の旧石器時代の土層から採石人が出土した。なお、この再調査では復元された縦穴住居の西側に、 箇所の発掘作業が行われたが、階層は確認されなかった。調査の結果は、同年8月31日、発掘調査見学会を開いて一般に公開された。2019年調査による、出土品1958年の調査で確認された、縦穴住居跡は、縄文時代後期のもので、床面積は48平方メートル。方形で、長軸約8メートル。 短軸約6メートル。屋根を支えたとおぼしき、柱跡は4本が2列に並ぶ。内部に火起こしのための石が濃い色が1気確認されている。しじみ類、カキ類をおもとした貝類、ウニやナマコやヒトデなどの極秘動物、コイ、オラ、フグ、クロダイ、スズキ、マグロ、サメなどの魚類のほか、イノシシ、シカ、サル、タヌキなど哺乳類の骨も出土した。 怪獣ではクジラ、イルカなどの骨も確認されている。植物では、ドングリの実が大量に検出された。二滝のための土器のほか、石器は、狩猟道具の石属、魚毛に取り付ける石水、獣の肉を削ぐための石碑などが発見されている。ありがとうございます。